カガヤアンデオロはフィリピンミンダナオ島の北部にある港湾都市である。ミサミスオリエンタル州の州都で北ミンダナオ地方の中心都市でもある。面積は488.09平方キロメートル。2015年の国勢調査によれば人口は67万5950人とフィリピンに有数。市民のホスピタリティから黄金の友情の街の異名もある。 カガヤンデオロは農産物加工の中心都市でデルモンテ社など食品や農園を手掛ける多国籍企業の拠点である。隣接する武器戸の温州で採れたパイナップルはカガヤンデオロの部後にあるデルモンテ社工場に送られフィリピン各地や全アジア太平洋地域に輸出される。またカガヤンデオロは北ミンダナオ地方の教育の中心でもある。 州立の総合大学や短科大学、各種専門学校が多数集中している。カガヤンデオロは、北緯8度29分、統計124度39分にある。東と南は、武器ドの温州に接し、西は、ミサミスオリエンタル州のオポルの町に、北の一部は同じく、ミサミスオリエンタル州のタゴロアンの町に接している。北は、マカハラ湾に面し、 その先は、ボホール海である。カガヤン川が、市の中央部を貫いて、海に注いでおり、市内には4つの大きな橋がかかっている。市内には80のバラン街がある。カガヤンデオロは、台風の通り道からは、外れているが、熱帯収束帯の低気圧の影響を受ける。カガヤンデオロは、ミンダナオ島の北の玄関口で国内の多くの都市からの交通が便利である。 ルンビア空港からは、マニラやセブシへの航空便が毎日飛んでいる。また、ラギンディンガン国際空港の建設が進み、国際線が就航する北部ミンダナオの新たな玄関となる予定になっている。回路では、マニラ、セブシ、いろいろ、バコロド、ドゥマゲテ、タグビララン、ハグナ、イリガンなど、フィリピン各島へ定期客船が出ている。道路は、ダバオ市、ブトアン、スリガオなど、 島内の大都市や周囲の中小都市へ定期バスがある。セブアのゴが市内では主に使われている。また、フィリピン語や英語もよく通じる。今日の輝んでおろのある地域からは4万年前の遺跡が出土しており、古くから人の居住があった。当初は日顔の民族など原始マレー民族が、後にはビサヤ人が到来した。2000年前、市の南端。 カガヤン川東岸の断崖にあるウルガ洞窟の近隣に先住民が住んでいた。ここからは人骨のほか彼らの使っていた装飾品やスプーなどの道具、鉄の破片も出土している。13世紀頃にミンダナオ島にイスラム教が伝わった後、カランバグ藩は隣接するタゴロアン町にあった、スルタン国の一部となった。カランバグ藩は、 カランバグハン側の岸に沿って住むブキドノン族の小さな村だった。17世紀、ミンダナオ島全土を支配したマギンダノ王国のスルタン・クダラットはこの地を襲った。ブキドノン族の主張、ダトゥ・サランさんは人々をウルガの丘へと避難させた。1622年、フライ・アグスティン・デ・サン・ペドロは、ダトゥ・サランさんに会いに行き、彼らを、京のガストン公園の場所へ移住させた。 マギンダの王国によるサイドの攻撃はアグスティンデ・サンペドロによって撃退された。ミンダの島はスペイン人によって二つの地域に分けられた。カガヤンデ・ミサミスはその一つの中心地になった。米非戦争でのアメリカ軍の侵略、太平洋戦争での日本軍の侵略ではカガヤンの人々もよく戦ったが大きな被害を受けた。1845年。 石造りの教会が作られ、これが、今日のサンアグスティンメトロポリタン大聖堂になった。ローマ教皇ピウス12世は、カガヤン市教官区を昇格させ、ミンダナオ大司教官区を創設した。大聖堂は1945年、ミンダナオ島の戦いの最中、この地を奪回したアメリカ軍の攻撃で破壊されたが、後に大司教ジェームズ・ T.G. ヘイズの尽力で再建された。 地元選出議員、エマニュエル・ペラエスの努力で、輝んでミサミス町は1950年6月15日に、市に昇格し、輝んでおろと解明された。輝んでおろしないとワンの眺め、ウェザーベス、ヒストリカルウェザー4ォー輝んでおろ、フィリピン。ウェザーベス、2007年2月4日閲覧。ありがとうございます。